道セカンドシーズン、今回初参戦となります。 DMM パチタウン薩摩おごじょ、あなたと私でユーミー、ユーミーです。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、ルールがありますので、ここで確認していきたいと思います。ルールをどうぞ。それでは浄土のルールを説明します。実践時間は5時間、収支が500枚もしくは2500玉プラスになるごとに夢玉を1つずつ獲得できます。獲得した夢玉は抽選ボックスに入れ、挑戦者が出揃ったタイミングで大抽選会を実施。見事自分の色の玉が出たものが真の女王となります。真の女王には副賞として30万円相当の女王の宴券をプレゼントしますよ。はい、ということで今回実践させていただくホールさんはコンコルド掛川店に来ております。もう私ですね、何度かお邪魔させていただいたことあるホールさんなんですけれども、今日もみんなと一緒に一日楽しんでいきたいなと思います。女王道は初参戦なので、本当とりあえずね、夢玉1個でも取れるように頑張っていきたいと思います。それでは実践行ってきます。頑張るぞ。おはようございます。よろしくお願いします。角空いてるじゃん角に座ろう。では打っていきたいと思います。一人での動画はまあまあ毎月1回ぐらいしてるんですけど、やっぱ初の番組ってなると緊張しますねカメラがここにあるのがちょっとなんか不思議な感じ。女王道初登場なので自己紹介しながら打とうかなもともとパチタウンエンジェルスをずっとやってて、2年前くらいかなにタレントになりました。あのツイッターのアカウントもあるので、よかったらフォローしてくださいあ、初回対決来た。まあ勝てる気しないよね本当私負けキャラを覆したい。多分知ってくれてる方は私負けキャラって思ってる方多いと思うんですよね。なので女王道では違うよってところを見せてやりたいんですけど、
ここで MB
ドルのマクロスを打ちたいと思います。ちょっともう夢玉が欲しいがためだけに初の試みをしたいと思います。私はルール無用。あの信頼のマクロスに全く分かんないんですけど、オカルトじゃないけどね。初めて打つ台で勝てるっていう、それを信じてちょっと頑張っていきたいなと。普段はパチンコ打つとしたら北斗無双ばっかり打ちます。あとはでも海とかかな。パチタンエンジェルスしてた時も来店でよくパチンコ打ったりしてたんですけど、なんかあのおじいちゃんおばあちゃんとお話しながら打つのが楽しくて海ばっかり座ってました。騒がしい。はい、ネクス。キチラン。私 5? 5人目入ります。いつもの私。いつもの私だ。保留内が怪しいわね。お、なになになに、これなに、なに。はい、くるったくるった。凶暴化拡大中。鹿児島弁ってどんな感じ。 DMM バチタウンで言うとヤドゥさんの喋り方がもうもろ鹿児島弁なんですけど、なんか方言っていうよりも鉛だと思います。例えばなんだろうな、今日パチンコ打ちに行くが、黙ってます。なんかね、年配の人とかだったら結構ゴテゴテの方言とか喋ったりすると思うんですけど、
めんどくさいよねとかのことをデゾいよねとか、かっこいい人のことをヨカニセって言います。あの人ヨカニじゃないみたいな、とか、かわいいはかわいい、普通だもんな。おじいちゃんおばあちゃんは無助かとか言うけど、よくね、なんか県外の人から鹿児島の歌歌ってって言われた時に出てくる歌が茶碗蒸しの歌歌ってって言われるんですよ。知ってます？うんだもこらいけなもんなあたいけどん茶碗なんだ、日に日に三度もあるもんせばきれいなもんがさ、聞いたことないですか？検索してみてください。ですね、初参戦ということだったんですけど惨敗です。終始の方なんですが、53本投資の回収ゼロということで夢玉1個もゲットならずという結果になってしまいました。当たりがなんと番長3のあの日帰りのね、日帰りの1回だけですよ。見てた方本当すいません。私の話ばっかりしてしまって本当申し訳ない。ぜひ女王道、リベンジしたいなと思ってます。最後の抽選会参加できることを望んでますので、また会った際にはぜひ見ていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。バイバーイ。